はい、皆さんこんばんは。8月26日、午後9時39分、ジョギングマカでございます。今日は、なんでこんな格好をしているかと言いますと、仕事帰りで、ございます。で、撮影を昨日もできてませんでしたので、ちょっとしておきたいなと思って、ビデオを回しています。今日ですね、どうしてもお話ししておきたいのはですね、韓国の徴用工問題から発して、韓国がジーソミアを、ジーソミアという防衛の大事な情報交換をするのをやめたということを言って、日本側が非常に、激烈に反応してですね、それをマスコミも追随して、いろいろなメディアや ありますね、あのワイドショーなんかで、韓国憎しの、世論を煽ってるように感じたので、どうしてもそうじゃないんじゃないかというお話をしたく、動画を撮っています。これね、私がねものすごく違和感を感じるのは、それに対する政府の反応なんですよね。政府や政治家の人たちが反応するときに、どうしてあんなに韓国に対してだけすごくこう、高飛車な、言葉を選ばない、断固、外務大臣もおかしいとかね、全く当たらないとか、ああいう激しい喧嘩越しの物言いを韓国に対してだけするんでしょうか。例えば同じような隣国で領土問題を抱えるロシアが似たようなことを北方領土問題について言ってきた時に、全く当たらないとか、安全保障をこうないがしろにしているとかね、こう断固抗議するなんていう言葉を外務大臣がいきなり言うでしょうか。言っても良さそうなことをロシアはやってますよ。でも言わないでしょ。それはどうしてかっていうと、外交では必ず、腹の内はどう思っていても表面はにこやかにね、お説ごもっともです、しかしこちらにも事情がございまして、これはどうですか、あれもこうですよっていうことを言うんでしょ普通。いや、これまでそういうふうにやってきましたよね、日本政府は。中国に対してだってそうです。中国も韓国同様いろいろな保障問題を抱えていますが、そのことを政府間で解決しているという抑えであるにもかかわらず、企業に対するね、旧満州なんかで、炭鉱のね経営なんかをしていたり、建築現場で、鹿島なんかですよね、そういう企業に対する中国側の訴訟起こってますよ。そういうのには民間企業がお金を払うことを別に日本政府は止めていません。実際払っています。どうして韓国の時だけこんなに文句言うんでしょうか。それはですね、韓国を日本が植民地にしていたという事実と、北朝鮮とはまだ一度もそういう条約を結んでいないし、当然お金を払ったりもしていないんですよ。それが関係あるはずです。今後北朝鮮が、どういう形になるか分かりませんが、日本と国交を回復した時には必ず韓国に払っているのと同等かそれ以上のものを利子をつけてきっと要求してくるはずです。そのことを見越して韓国に対してのみ、払わないと強気な態度に出ているんだと思います。前の動画でも話しましたが、そういうことをしているとたくさんの観光客が来なくなったり、貿易による黒字が雲散霧消して、今にとんでもないことになります。実はですね、日本に来ている観光客の1位は中国ですが、人数2位は韓国なんですよ。2割以上の人が韓国人なんですよ。それだけ見てもどういう影響が起こるか分かるというものです。
ここ数年で、韓国からの観光客が売買ゲームで増えています。北海道で言えば旭川空港にも千歳空港にも直行便が来ています。そういう、まあ、国と国とのつながり、もう切っても切れない間柄、そういったものを断ち切ってまで今度のことを我を押し通す必要があるんでしょうか。私はそういう必要は全くないと思うんです。ここは、理性的な方が折れて、まあいろいろ言いたいことはありますが、今度のことはこの辺で手打ちにしませんかということを裏で働きかけて、両方のメンツが立つような形で、首脳同士が会談するというのがこれまでやってきた外交だったはずです。それをかなぐり捨てて一体、どうするつもりなんでしょうか。何がしたいんでしょうか。これで、右派と呼ばれる人たちの方の票が稼げるとか思ったら安倍政権大間違いだと思いますよ。それと北朝鮮のことで北朝鮮に、これ以上お金を払えと後で言われないためにやっているとしたら恐ろしいことです。むしろ、今度の韓国の対応は事前に予想できていなかったらおかしいですよね。外交として国として喧嘩するというふうに考えたならば、落としどころというのを必ず想定しておかなければいけないですけども、ジーソミアを、まあ、廃棄されたことが想定外だというなら、落としどころは何も想定していなかったってことですよね。いや、おかしいんじゃないですか、日本の政府がやってることは。私ははっきり申し上げたいと思います。日本の政府はもうこんな中二病やら小五病みたいなことも言われているようですが、一部ではのようなことはやめて、もっと冷静に、基本としては、隣国とは仲良くするという形でやってほしいと思います。私こんなこと言ってますが、何もかも韓国の言う通りにしろとか言ってるわけじゃないんですよ。私だって、全部外国の言いなりになるなんていうことを言うつもりはありません。ただ本当は全く飲めないような話であっても、いやいやいや、ちょっと待ってください、むにゃむにゃって言って、こう時間稼ぎをしたりね、こう相手が怒りが収まるまで、いやいやいや、どうもどうもって言ってニコニコしながら、特に間を伸ばしたりすることは外交では悪いことではないですよね。必ず今までもやってきたことです。それをこんなね、後先考えず、落としどころの想定もせず、ただ強気に攻めていくなんて、70年前にアメリカと戦争になっちゃった時と何が違うっていうんですか。相手の対応がここまでと思わずにやってしまう、その積み重ねがあの愚かな太平洋戦争ですよね。アメリカとやったって勝てないことは当時の人たちも誰もが分かっていた。しかし戦争になってしまった。こういうことを何回繰り返せば気が済むんですか、日本政府は。我々一般庶民は決して、マスコミや政府に踊らされて韓国憎しみたいな形で、感情的になってはいけません。そのことを訴えておきます。それとその件については、久米宏さんがラジオですごくいいことをおっしゃってました。テレビラジオでもなかなかそれを言ってくださる方がいませんが、仲良くしよう、それからマスコミの役割は冷静になることを促すことであって、隣国に対する憎しみを煽るようなことを言うべきではないということをおっしゃっていました、久米宏さんが。ネットにも上がってるんで、ぜひ、おすすめしておきたいなというふうに思っています。
ジョギングマカ走ってる最中だと感情が高ぶりすぎてですね、めちゃくちゃ、感情的な話し方をするので、お聞き苦しい点も多々あったと思いますし、聞いてて嫌だった人もいると思います。本当に失礼しました。普段、普通に話している時はこのように冷静に話すこともできるんですよ。まあ少しは、冷静に喋っている姿も見ていただけて、まあこうそうだな印象が変われば嬉しいなと思っています。それでは皆さん、今日はもう時間も遅いですから、いつもと挨拶が違いますが、失礼しました。おやすみなさい。